また古代の乗り物で海を走り回っていたのかよ。ここのライフセーバーからの借り物ですから、日の元に戻るまでの間存分に乗っておこうかと。いずれはこの経験を参考に水上高速で走る船を開発したいですからね。これも世のため人のためってか。あ、そうだ、お前にフミが来てたぜ。送り主は光秀ですか。そういえば彼女もバカンスで南大陸を訪れているそうですね。これは興味深い。どうした。光秀は今アクアギという漁村に滞在しているそうです。そこで面白いものを見つけたから来てみないかと。ここがアクアギ村か。言っちゃ悪いがボロい村だな。うん、あの者たちはミラノ州出会え出会え。この村の住民でしょうか。ただならぬ様子ですが。絶対に逃がしてはならんぞ。それ丁重におもてなしするのじゃ。もしかして俺らとやり合うつもりか。面白い。だったら手加減は。ようこそアクアギ村へ。ウェルカムドリンクをどうぞ。え、ああ、お。泊まるならうちの宿をどうぞ。建物は年季が入っているけど朝食付きよ。アクアギ名物シロップなしかき氷だよ。別に材料をケチってるとかじゃないよ。ホスピタリティこそリピーター獲得の鍵。お客様をもてなしてもてなしてもてなしまくるのじゃ。おもてなしって喧嘩の比喩じゃねえのかよ。圧が強すぎんだろ。漁業一本ではやっていけんからの。今は多角経営で観光業も行っているのですじゃ。その割には俺ら以外の客が見当たらねえけどな。お、消防。失礼ですよマリシテン。ところでこの村に女性が訪れていませんか。光秀という名前なのですが。その方ならうちの宿に泊まっているわ。もしかしてあなたたちも日の元の人。なんとこの村に日の元のお客様が集まるとは運命を感じますの。運命。日の元とアクアギ村には何かゆかりがあるのですか。ありもありの終わりですじゃ。何せこの土地には日の元の埋蔵金が眠っておりますから。日の元の埋蔵金実はこの村にはこんな言い伝えがあるのですじゃ。昔々日の本の侍が木箱と共に小舟に乗ってアクアギ村の近くの浜に流れ着いた。村の者たちは弱っていた侍を親切に解放した。侍は助けてくれたお礼に野良仕事や魔獣退治を請け負い、やがて村に馴染んで暮らすようになった。しかし木箱の中身を村の者たちに明かそうとはしなかった。ある時村で病が流行った。侍は病人を癒すための井戸を掘ると言い村の外に出かけていった。
彼に懐いていたわらべがこっそりと後をついていき、そして見てしまった。侍が木箱から黄金を取り出し、掘っていた井戸に埋めていたの。その後いつしか侍は村から姿を消してしまった。井戸を掘っていたのは黄金を隠すためのカモフラージュ。侍の黄金は今も井戸の底に眠っておると言われておる。これがアクアギ村に伝わる日の本埋蔵金伝説ですじゃ。そいつは面白い話だな。その井戸ってのはどこにあるんだ？それが分かっておれば今頃わしらで掘り出しておりますわい。あのね、村には侍を歌ったわらべ歌もあるんだよ。八つ目をまとった侍様、井戸掘り穴掘り縁やこら、もしも宝を見つけたならば地獄の釜見て帰りゃんせ。わっせ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 。はい、ストップ。ありがとう。ここで降りるから。やあやあ、二人ともよく来てくれたね。あの村っていいところだよね。村人たちが至れり尽くせりだからぐーたらし放題。村人総出で泊まり客を運ぶのはもてなしが過ぎるだろう。てかお前も運ばせるなよ。それで光秀、私たちに見せたいものとは？うちが昼寝してる間にボンさんが散歩の途中で見つけてさ、ほら見えてきた。これは井戸ですか？こんな村外れに井戸があるなんておかしくない？水を汲みに行くのに不便じゃん。そうですね。あなたはこの井戸をどう考えているのですか？お前も村長から聞いただろう。日の本埋蔵金伝説。この井戸は埋蔵金伝説の侍が掘ったものじゃないかって思うんだ。もしかしてあの伝説を信じてんのか？意外と可愛げがあるんだな。うちも最初は信じていなかったさ。けど井戸に掘られている文様を見てみなよ。これはこの八角形の葉っぱみてえな模様、どっかで見た気がするな。そのはずですよ。八つ井の目は私の一族の家紋ですから。ああ、それでか。で、その家紋がどうしてここにあるんだよ。うち、聞いたことがあるんだよね。お前の家のタヌキの話。そいつが侍の正体なら、合点がいくんじゃない？それを知っているとはさすがですね。タヌキってなんだよ。100年近くお前んとこのちぎり漁をやってるけど、そんなもん聞いたことがねえぞ。マリシテンが知らないのも無理はありません。彼について一族以外の者に話すのははばかられていましたから。タヌキとは化かす者の意のあざな。本当の名を忘れられた私の先祖です。数百年前、私の家がマリシテンと玉ちぎりを結ぶよりも昔の話です。家長から森役を任されたタヌキは回路を使い、軍資金となる金の延べ棒を城へ運んでいました。しかし途中で船は沈没し、タヌキは行方不明になりました。
ところが船を引き上げたところ、軍資金がなくなっていたそうです。重い延べ棒が流されたとは考えにくい。さらに沈没には不自然な点があり、船が沈む直前、タヌキが軍資金を運び出そうとしていたのを水夫が目撃していたとか。これらのことから沈没の真相についてこう言われるようになりました。欲に駆られたタヌキがわざと船を沈め、軍資金をかすめ取ったのではないかと。タヌキも軍資金も行方知れずゆえ、本当のところは分かりません。です。侍の正体がタヌキなら、ここに持ち去った軍資金を埋めた可能性があると思わない？話の筋は通りますが、だとすると両者のイメージは異なります。恩人である村人たちのために尽くしたタヌキは、果たして義に欠ける人物だったのでしょうか？気になってる様子だね。だったらさ、井戸の底を掘ってみない？もしかしたらわかるかもしれないよ、歴史の真実ってやつがさ。歴史の真実ですか？マリシテン、サザンカたちに文を出しましょう。日の元への戻りが予定よりも遅くなると。メッシ暴行を絵に描いたようなお前が好奇心で動くなんて珍しいな。以前の私なら、限られた時間のすべてを漁師の務めに使うべきだとしていたでしょう。ですが、先の福届け以来思うのです。私はもう少し心の赴くままに動いても良いのではないかと。決まりだね。そうしたらここを発掘のキャンプ地とし、やいざ探さん、日の元の埋蔵金。そのままゆっくりと縄を下ろしてください。井戸の底に水は溜まっていませんね。よっと、ツルハシとシャベルを持ってきたぜ。ありがとうございます。光秀は？ああ、言い出しっぺのあいつなら。うちは地上でキャンプを見張ってるよ。魔獣が出るかもしれないし、ってわけで、頑張れ。出不精な彼女らしいですね。まあ万一に備えて外に見張りは必要ですから、お願いしましょうか。で、どうする？手当たり次第掘ってみるか？いえ、もしも埋蔵金を隠した後土を戻したなら。この辺り、他と比べて土が柔らかいです。ここを掘ってみましょう。家康がノリが良くて助かったよ。天の岩戸計画第一段階は成功だね。次の手を打つ前に、ねだめしいとこった。今のは、仕掛けておいた鳴子の音？誰かこっちに来ているね。何も出てこねえな。退屈になってきたぜ。私は楽しいですよ。
こういう地道な作業は無心に慣れて。シャベルが硬いものに当たりました。岩盤でしょうか、それとも。見てください、マリステン、こんなものが出てきましたよ。なんだこりゃ、真っ赤に錆びついているが、柄のついた道具か。もしかしたら穴を埋めるために使われた工具かもしれませんね。嬉しそうだな、ただのゴミかもしれないのに。実際に物証らしきものが見つかると嫌が上にも胸が躍りますね。さあ、もっと掘ってみましょう。いつもは生真面目なこいつがガラクタ一つではしゃぐとは、珍しいもんを見たぜ。おーい、パリトモ、ちょっといい？家康、光秀が呼んでるぞ。八つ目をまとった侍様、井戸掘り穴掘り縁やこら。穴掘りに夢中で聞こえてねえか。しゃあねえな。家康は？あいつなら夢中で穴を掘ってるぜ。俺だけじゃ不服か？マリステンだけでも十分かな。誰かがキャンプに近づいてるみたいでさ、用心しといた方がいいかなって。貴様らここで何をしている？うちたちはのんびりしてるだけだよ。お前たちこそ何しにここへ？この土地に埋蔵金が隠されているという情報を得てな、その調査をしている。あるかわからないお宝を探すなんてアホらしい任務っしょ。なんで上は探させるんだか。魔獣を飼うのに金がかかるから、少しでも軍資金が欲しいみたいっすよ。アホらしい任務っすけど。愚痴をこぼすな。アホでも何でも言われたらこなすのが仕事だろうが。なあ、こいつら帝国兵だよな。井戸のこと話すか。帝国の軍資金獲得に協力するような真似は避けた方が吉だね。苦労してるみたいだね。でもここには何もないから、さっさと切り上げちゃえば。そうっすよね。報告書には探したけどありませんでしたって適当に書いちゃえば。二人とも来てください、すごいものを見つけましたよ。今の声どこから聞こえた？おお、見るっしょ、あんなところに井戸があるっしょ。もしかしてあれは伝説にあった井戸っすか？これは埋蔵金の存在に現実味が増してきたっすね。お前ら、埋蔵金探しがアホらしいとか言ってなかったか？となると貴様ら二人怪しいな。本当はここで何をしていた？俺らが埋蔵金を探していると言ったらお前らどうする？ならば貴様らは帝国の軍資金を狙う賊ということになる。許しておくわけにはいかないな。そうっすよ、痛い目を見たくなければすぐにここから立ち去るっす。へえ、面白いこと言うじゃねえか。光秀、家康には少しだけ井戸の底で待つように言ってくれ。俺らも簡単に引き下がりたくはねえからな。力ずくで行くってんなら、この川柳マリステンが相手になるぜ。その強気、いつまで持つか見ものだな。お前たち、行くぞ！うわあ！
今日はこのくらいで勘弁してやろう。なんだよお前ら、口ほどにもねえな。うるさいうるさい、また来るから覚悟しておき。行くぞ。おや兵隊さん、ボロボロじゃの。ぜひうちの村で休んでいきなされ。なんだ貴様らは。疲れを取るならうちの宿がおすすめ。夕食も奮発しちゃうから。傷薬売ってあげるよ。定価の2割引きにしてあげるよ。ちょっと手を離すっしょ。ああダメ、意外と力が強い。さあこのお客様たちを村まで丁重にお運びしよう。こら離せ、離すのだ。あいつら赤城村の連中だよな。どっから出てきたんだ。そうけど、見上げたホスピタリティ精神だよね。ホスピタリティってやつにしちゃ必死すぎるだろ。ん？待てよ、そいつは面白い話だな。その井戸ってのはどこにあるんだ。それが分かっておれば今頃わしらで掘り出しておりますわい。ここに来たってことは井戸について知っててもおかしくねえよな。本当に気づいてねえのか、それとも家康が待ちぼうけてるんじゃない。うちが見張りを続けるから行きなよ。ああそうだな。おう家康、野暮用が終わったぜ。見せたいものってなんだ。マリシテン、こっちに来てください。なんだよこりゃ、洞窟か。地下に向かって斜め下に伸びてるな。掘っていたら入り口を見つけました。壁面に注目してください。泥まみれで汚れてるが、石垣が組まれてるのか。掘削面が崩れないための補強の跡かと。それと奥でこれを掘り出しました。八井の目、私の家の家紋が入った印籠です。それも相当古いものかと。お前の家の家紋が入った門があったってことは、この洞窟は。ええ、タヌキの手で掘られたものの可能性が高いですね。ただ洞窟の奥は落盤したのか土砂で塞がっていました。そこから先を掘るには私たちだけでは無理そうです。そんならどうする、諦めるか。ここで引き下がるのは悔しいですね。ですから助っ人を頼もうと思います。井戸の底で怪しい洞窟を見つけた家康たち、埋蔵金発掘のために頼んだ助っ人とは。城から頼りになりそうな奴らを連れてきたぜ。トレジャーハンターの技見せてやるよ。さあお宝探しに行くわよ。お宝お宝。それと穴を掘るのに必要な道具はラズリーが作ってくれるってさ。皆様ご足労いただき感謝します。礼ならいらないぜ、俺たちは好きで来たんだからな。そうそう、日の本の埋蔵金なんてロマンいっぱいでワクワクするぜ。家康のやつ、随分と人を集めたね。
それだけ本気なんだろう。滞在できる時間も限られてるしな。うちとしてはここまで本気になられるとちょっと怖いかも。あ？なんか言ったか？別に。私は洞窟の先に歴史の真実が眠っていると信じています。その真実を明らかにするため、皆様のお力添えのほどよろしくお願いいたします。かくして埋蔵金発掘プロジェクトが本格的に始動した。家康と正常のプロたちで結成された発掘部隊は洞窟を掘り進める。埋蔵金は確かに存在する。期待に目を輝かせる発掘メンバーたち、その思いが通じたのか、次々と信じられないものが。おい、ラシーヌがこんなものを見つけたぜ。これは割れた陶器でしょうか。形状からすると茶碗のようですね。穴を掘ってたやつが飯を食うときに使ったもんだぜ、きっと。おや、今のはピドットも何か見つけたようだぜ。みんな来てみろよ。茶碗に錆びた道具、古びた木片、これらの品は埋蔵金と関係があるのか。ザクザクと出土する物証らしきものに心を躍らせる発掘メンバーたち。一方、発掘部隊を助けるため六花の技術を駆使した秘密兵器の開発も進められていた。こいつがドリルってやつか。どんなことができるんだ。これはマナの力で刃が高速回転してどんな硬い岩盤も砕いちまうんだってさ。すげえよな。ドラゴンのあんたとしちゃこういった機械は嫌いか。他の連中みたいに細けいことは気にしねえよ。それに俺の方がたくさん削れるだろうからな。それはいやいや、わからねえぜ。マナの量次第でパワーが変わるらしいしさ。もしかしたら。そいつにも説明させてやれよ。埋蔵金を狙った帝国兵たちが執拗にキャンプ地を攻めてくる。それでもプロジェクトはくじけない。負けやしないのだ。今度こそギッタンギッタンにしてやるからな。おや、ボロボロですね。ぜひともうちの村で体を休めてください。またお前たちか。何度も何度も我々にたかりおって。でも宿はボロボロだけど至れり尽くせりで居心地いいんすよね。そうそう、宿屋の看板娘は可愛いし、英気を養うためにもここはお言葉に甘えるっしょ。こら、お前たち待たんか。私を置いていくな。あいつら毎度毎度懲りないよね。しんどいけど、その度に村で休んでお金を落としてくれるので大助かりですじゃ。最近ではあなた方が埋蔵金を探している噂が広まっての、
伝説に興味を持った観光客で村は大にぎわいですじゃ。本当にありがとうございます。あなたのおかげでこの村は。安心するのはまだ早いって。天の岩戸計画、そろそろ次の段階に進めるべきかな。休憩休憩っと。しかしそれらしいもんは出てきても肝心の埋蔵金は見つからないな。そうですね。それでも私は楽しいです。私の先祖タヌキがいたかもしれない痕跡が見つかって。その気持ちなんとなくわかるぜ。遠い昔の人が身近に感じられると妙にワクワクしちまうよな。けどタヌキってやつは軍資金を盗んだかもしれねえんだろ。彼をどう語るかは真実を見極めてから、それが亡き先祖に通すべき筋であると私は考えます。この発掘でトガ人の証が見つかれば、彼のことは戒めとして心に刻みます。無実であるならば疑いを晴らすのは子孫である私の役目です。死んだ人間への思いやりってか。やっぱりお前はお人よしだな。そういや参考になるかわからねえけど、あの洞窟を掘ったやつについてゴルドがこんなことを言ってたぜ。あの洞窟石垣で補強されてたのは入り口の部分だけだってさ。最初は崩れないように石垣を組んでたけど、途中で材料が切れたのかそれをしなくなったらしい。それでも落盤の危険を顧みずに掘り続けたのは、それだけ必死になる理由があったんじゃないかって。必死になる理由ですか。おーい家康、洞窟の奥でとんでもないものが見つかったって。おう来たか。こいつを見てみろよ。これは黄金のドラゴン像ですか。すっげえ、もしかして埋蔵金の一部なんじゃねえか。家康の家の言い伝えじゃ消えた軍資金は金の延べ棒だっただろ。言い伝えなんてあやふやなものじゃん。ともかく洞窟の奥に埋蔵金が眠ってる可能性はぐっと高くなったね。そうですが、しかしこの像は。今日はもう遅いから作業の続きは明日にしよう。金の像が見つかった記念にパーッと騒ごうぜ。それなら村の食堂を貸してくれるよ。うちが村長に頼むよ。みんな行こう。マーティー殿、お待ちください。どうしたんだ。申し訳ありません。あなたにお願いがあります。やはりあなた方の仕業でしたか。光秀、起きてください。なんだよ家康、もう少し寝かせてよ。あなたに聞きたいことがあります。昨日出土した黄金の像をマーティー殿に詳しく鑑定してもらいました。そしたらあの像、表面は金箔で塗られていたが中身は木製だったそうだ。
それも作られたのはごく最近じゃないかって話だぜ。あれ？そうなの？それだけではありません。金色に変わっていたのですぐに気づきませんでしたが、あの像に見覚えがあります。あれはあなたの領地を訪れた時、領内の土産物屋に並べられているのを見かけました。あの偽装した黄金の像はあなたによって埋められたものですね、光秀。うちが黄金の像を洞窟に埋めたって？像だけじゃねえ。今まで見つかった茶碗に道具に木片、どれも古びしゃいるが、実際はせいぜい数年程度のものだったらしい。世の中には時代付けといって、荒物をわざと古く見せる技があるそうですね。こうなると最初からあそこに埋まっていたのか怪しくなるよな。もしかしてお前たちはこう言いたいわけ？今まで洞窟から見つかった武将はうちが捏造したものだって？いやいや、ありえないでしょ。大地、うちが捏造した証拠を埋めるなんて、そんな面倒いことすると思う？そうですね。ですが彼らに頼んだとしたらどうでしょうか。昨夜洞窟で新たな物証を埋めようとしたところを捕らえました。うちはボンさんと仲良しだけど、ネズミに指示をするのは無理かな。お前には無理でも、お前のちぎり竜の大黒天ならできるだろう。俺がウリ坊たちと通じるみてえにな。なんなら動物と話せるメリーベリやウルガを呼んで、ネズミたちから事情を聞いてもいいんだぜ。井戸の家紋も最近掘られたものであることが判明しました。光秀、本当のことを話してはいただけませんか？やれやれ。もう少しうまくやれると思ったんだけどな。それじゃあやっぱりあの洞窟で見つかったものって？そう、うちが仕込ませたものだよ。天の岩戸計画のためにね。天の岩戸計画だと？天の岩戸計画、それはうちがぐうたらするための快適空間を作る計画さ。はい？村に滞在中にあの空井戸を見つけて思ったんだよね。井戸の底に引きこもってぐうたらしたいって。どうせ引きこもるなら深い穴の方が誰にも邪魔されないじゃん。けどうちが掘るのは面倒い。ねえ、アクアギ村の埋蔵金伝説を聞いてひらめいたんだ。埋蔵金伝説と家康の家に伝わるタヌキの話、この2つを結びつけたら家康が埋蔵金を探すために井戸の底を掘ってくれるんじゃないかなーって。それで井戸に家康の家の家紋を掘って俺らを呼び出したのか。帝国兵やランザーブたちまで出てきたのは予想外だったけどね。捏造した証拠を仕込んだのはお前たちが穴を掘るモチベーションを保たせるためさ。何も出てこなかったらいい感じの深さまで掘る前に諦めちゃうかもしれないから。穴に引きこもりたいから騙したって、お前それ本気で言ってるのかよ？本気も本気、使える手は何でも使うよ。なぜならうちは誰にも邪魔されずにぐーったらしたいから。
怒りを通り越して呆れてきたぜ。穴を掘るのに使った労力の分は埋め合わせするからさ、それで手を打ってくれない？そいつはいらねえ。俺たちはロマンを求めてここに来たんだ。お前から働いた分の報酬をもらうのはなんか違うからな。みんな帰ろうぜ。もう黒み通りにはいかなかったか。でもま、これでいい。光秀、少しよろしいでしょうか。お前たち、まだ残っていたんだ。サザンカたちに日の本の仕事を任せているんだろう。日の本に戻るのは、あなたから本当の話を聞いてからにしようかと。本当の話？うちは全部話したけど。私はそうは思いません。あなたがたばかり事をするときは、自分以外のものにも益があるよう配慮しますから。別にそうでもないけどね。で、お前はどう考えているわけ？今回の件で最も益があったもの、それはアクアギ村の村民たちです。私たちが発掘に乗り出したことを契機に、埋蔵金の噂が広まり、村に観光客が押し寄せましたから。それにあいつらが井戸の存在を知らなかったってのはうさんくせえ。あなたが彼らの村おこしに協力したと考えれば辻褄が合います。埋蔵金伝説自体、村おこしのためにあなたとアクアギ村が仕込んだ作り話だったのではないでしょうか。しかし伝説だけでは客寄せの効果が薄い。それを本気で探す者がいることで、伝説に現実味と話題性が出ます。そこであなたはタヌキの話を利用して、私に埋蔵金を探させる策を思いついた。ランザーブ殿たちにそのことを明かさなかったのは、共犯である村人たちをかばうため。違いますか？はあ、参ったね。そこまで見抜かれていたなんて。家康の言う通りか。どうして伝説のでっち上げに協力したんだ？滞在中にもてなしてくれた恩返しってところかな。お前たちもアクアギ村がボロボロなのは見ただろう。漁業は不振、新しく始めた観光業もうまくいかなくて、いずれは廃村。それが見ていられなくってさ。ああ、でもうちが引きこもるための穴を作りたいってのは本当だから。お前を巻き込んだのはうちの判断だから、村人たちのことは責めないでやってくれる？彼らが生計を立てるのに必死だったのは知っています。そんな人たちを責める気にはなりませんよ。困窮するために協力したあなたのことも、まあ少し悔しくはありますが。お前は相変わらずお人よしだね。うちが騙したことに変わりはないのに。あなたは迷惑をかける相手を選びますから。私を巻き込んだのは親愛の証だと捉えていますよ。お前といるとどうも調子が狂う。ところで埋蔵金伝説ですが、どこまでが嘘なのでしょうか？ん？そんなの全部でっち上げだろ。ゼロから作った嘘をまことしやかに吹き込むのは難しいものです。あの伝説には元ネタがあるかと。お前の言う通り、侍が黄金を井戸に埋めるのをわらべが見たってくだりはうちたちの創作。それ以外は全部この村に古くからある伝説だよ。
侍を歌ったわらべ歌もね。八つ目をまとった侍様、井戸掘り穴掘り縁やこら、もしも宝を見つけたならば地獄の釜見て帰りゃんせですか。それとお前が掘り当てた井戸の底の洞窟、あれは昔からあったものらしい。そのまんま見つかっても面白くないから、村長たちに頼んで入り口を埋めてもらったんだ。つまり流れ着いた侍が井戸を掘ったのは本当かもしれねえってことか。ええ、そしてその侍の正体はやはりタヌキではないかと考えます。いやいや、その話はお前を巻き込むための方便だって。それでは洞窟で見つけた八つ井の目の印籠もあなたの仕込みでしょうか。何それ、うちそんなの知らないけど。見つけた時の興奮であなたに話すのをすっかり忘れていましたからね。マーティー殿に鑑定していただいたところ、これだけは100年以上昔のものであることが分かりました。そいつが光秀の仕込みでないってなると、歴史の真実は本当にあの洞窟の先に眠っているのかもしれません。家康、いつまで掘る気だよ。日の元に戻ると知らせた期日まであと数日あります。それまで可能な限り掘ってみようかと。確かに印籠が出てきたのは怪しいけど、もしかしたら骨折り損かもよ。それでも思い出は残りますよ。十二粒子として短命な分、墓場には思い出を多く持っていきたいものです。夢中になって挑んだこの埋蔵金探しは、たとえ徒労に終わっても笑い話になるはずですから。ふん、そっか。呆れていっちまったか。マリシテンもこれ以上私の推挙に付き合わなくてもいいのですよ。熱のある水郷にはとことん付き合うのが粋ってもんだろうが。ってわけで、そらやった。お、土砂が崩れて先へ進めるようになったな。行ってみようぜ。洞窟はここで再び行き止まりですか。巨大な岩盤が行く手を阻んでいますね。おい、イエス、誰かいるぞ。身動き一つしません。もしや、やはりこの方はミイラになって亡くなっています。それも八つ井の目の家紋の入った羽織を着て。なんだって、もしかしてそいつが。わらべ歌に登場する八つ目をまとった侍様、そして私の先祖のタヌキかと。お前の先祖、涼しいところに運び出しておいたぜ。火の元にお連れした後、丁重に弔って差し上げましょう。タヌキはアクアギ村に流れ着いた。で、井戸を掘っていたところを生き埋めになっちまった。それが歴史の真実ってところか。お前の宝探しはこれにてしまいだな。それですが、見てください。タヌキの懐に入っていました。こいつは自制の句か。一見すると洞窟で生き埋めになり
助けが来られないことを嘆いた句のように見えます。ですが村の言い伝えによると、タヌキは病気の村人たちのために井戸を掘っていたそうです。岩尾とは行き止まりにあった岩盤、救いの手とは彼らを助けるための何かだとしたら、そいつを掘り出せなくて無念だって書かれているのか。ならば私はその無念を晴らしたい。あの岩盤を掘りましょう。ここにいられる最後の日まで。もうやめろ。寝る間も惜しんで掘ってたんだ。それ以上は体がいかれちまうぜ。あなたにいさめられるとは、珍しいこともあるものですね。これもいい思い出になりそうです。ですがそろそろここを離れなければなりませんか。先祖の亡骸を見つけてやったんだ。それでよしとするしかねえよ。そうですね。しかしできれば彼の無念を晴らしてからこの洞窟を立ちたかったものです。いや、諦めるにはまだ早いんじゃない。この声は、光秀。それに皆様、どうしてここへ。本当に歴史の真実が洞窟の奥に眠っているかもしれねえんだろ。だから家康を手伝おうと思ってさ。私のためにまた来てくださったのですか。お礼なら光秀に言ってくれよな。こいつ城に来て今までのことを全部話してくれたんだ。で、俺たちにもう一度あんたを手伝うよう頼んできたのさ。まあ埋蔵金伝説をでっち上げたのには事情があるって話だし、何よりいつもはふてぶてしいこいつに頭を下げられちゃ答えねえわけにはいかねえからな。光秀、せっかくだからお前がどこまで掘るのか見届けようと思ってさ。それにうち思うんだよね、どうせ墓場に持っていくならみんなで笑える思い出の方がいいじゃん。かたじけない。で、見たところそのでっけえ岩盤に苦労しているようだな。それならあれの出番だぜ。ラズリー、家康に渡してくれよ。うん。これはラズリー殿が作ったマナで動くドリルですか。そいつで岩盤に穴を開けちゃいなよ、家康。はい、それでは参ります。はあ、岩が削れていく。しかしドリルの力をもってしても。だったら俺とそのドリル、どっちが削れるか競争だぜ。おらー、俺たちも一緒に掘るぞ。見ろ、岩盤にひびが。あと少し。この岩を砕いてみせる。やりました。
これは。おい、知ってるか？アクアギ村に新しくできたレジャースポット。ええ、なんでも洞窟を利用した温泉ですってね。水着で入れるらしいぜ。なあ、行ってみよう。ホスピタリティこそリピーター獲得の鍵。お客様をもてなしてもてなしてもてなしまくるのじゃ。お久しぶりですね、村長。おお、あなた方はまた視察で立ち寄られて。ええ、今度は南大陸における娯楽施設の実情を視察しに。あなた方が掘ってくださった温泉のおかげで千客万来ですじゃ。根強いリピーターもついてくれましての。あなた方と一緒に掘った正常の皆様はもちろんのこと、時々こっそりと。いやー、いい湯だったっす。また来たいっすね。俺っちはもうここには来ないっしょ。これからはこの村で暮らすっしょ。宿屋の看板娘ちょわん。俺っちはあなたに恋をしたっしょ。今プロポーズに行くっしょ。おい貴様、勝手な女体は許さんぞ。腕利き薬師でも万病に効く湯でも恋の病は治せないっすか。これでアクアギ村は安泰ですじゃ。あの時は騙して申し訳ございません。そしてありがとうございます。頭を上げてください。私たちも温泉に入らせていただきますね。くー、生き返るぜ。もしも宝を見つけたならば地獄の釜見て帰りゃんせ。行って帰って生き返るですか。タヌキは何らかの理由でこの地に温泉が眠っていることを見抜いていたようですね。それで病気の村人たちの湯治のために温泉を掘り当てようとした。それが村に伝わる伝説とわらべ歌の真実。なあ家康、一つ聞いていい？この洞窟を湯治場に整備するためのお金、お前が出したそうじゃん。そのお金どこから出したの？ひょうたんから駒が出るとはまさにこのことを言うのでしょうね。温泉が湧き出た時にこの洞窟に眠っていた埋蔵金を見つけましてね、それを使わせてもらいました。へえ、埋蔵金か。嘘だろ、本当にあったの？それも意外なところに。湧き出た温泉で付着した汚れが洗い流されたおかげで気づくことができました。洞窟の入り口に組まれていた石垣、実はあれ金の延べ棒だったのです。それも二の目の家紋が入っていました。それじゃあタヌキが軍資金をかすめ取ったって話は。彼は村人たちに解放されたことで改心したのかもしれませんね。だから延べ棒を自分のためには使わなかった。それが歴史の真実なのかもしれません。はあ、うちがついた嘘が本当だったなんて驚きだよ。そうですね、この埋蔵金騒動はあなたの嘘から始まりました。おかげで先祖の亡骸を弔い歴史の真実を知ることができました。本当に感謝します、光秀。お礼は
いいってば。うちはうちがやりたいようにやっただけだから。ところでさ、この温泉のこと信玄にも教えとく。あいつって温泉好きじゃん。次の福届けはあの人ですからね。きっと南大陸を訪れる楽しみが増えるでしょう。今度家具土やこの花咲夜を誘ってやるか。次はアディスとサザンカを連れてここに来ましょう。それとボタンも。そうして増やしていきましょう。今はに笑える思い出を。ふう、極楽極楽。